どうもこんばんは、パパゲイノです。今夜も一緒に乾杯しましょうということでね、始めさせていただきますが、まあ今日はこれです。正月に、これは松竹梅か。松竹梅って何だっけかな、月桂冠だっけかな。この1号瓶の、おみき、金箔入りのやつをね、近所のトライアルで、いくらだっけ ?99 円だよ、売ってたんですよ、確か。100円じゃなかったな、99円だな。うん、で大量に買ったんですけど、大量にどれぐらい買ったんだろう、15本は買った、20本前後買ったと思うんですが、これを含めてあと3本ということでね、なんか名残惜しいのですが、まあとりあえず今日の1本目はこれでいきたいと思います。よいしょ。いや、もっと買っとけばよかったかな。もう買えるだけ買っとけばよかったかな。全力買い、でじゃあはい、よいしょ。別にそんな、ね、すごい美味しいわけじゃないし、金箔が入ってるからどうってわけでもないんですが、てかもちろん金箔は味に全く影響しませんからね。だけどまあこれ1本99円だったら安いでしょうという感じでね。なのでね、まあいいや、それでは皆様準備はよろしいでしょうか。乾杯。お疲れ様でした。でね、今日は食べるものはね、これひじきは、これは業務スーパーで買ってきた1キロ入りでした。1キロ入りでいくらだっけ、500円弱ぐらいだったんだよ。もうちょっとしたかな、どうだっけかな。でもね、これポテトサラダの1キロとか、あとね、大豆だけの煮物の1キロっていうのは意外と食べられるんですがね、このひじきの1キロは多い。なんか知らないけど、いくら食っても減らないという感じがしますね。バクバク食べるんじゃないですからね。ご飯炊いた時にご飯に混ぜたりとか乗っけたりとかいろいろしてますけど、うん、あ、まあいいや。それとこれがたらこポテトはんぺんだっけかな、なんだっけかな、たらこポテトの入ったはんぺんですね。挟まったはんぺん、よく食べるやつです。先日もライブやった時にこれいただいたんですよね。うん、あ、そうそう、メインチャンネルのライブ、皆様見ていただいてありがとうございました。最大同時視聴数が60人もいらっしゃいましてね、僕のライブ見てくださる方60人もいらっしゃるんだな。うん、いやー、しかも黙ってこうコメントせずに見ている方にはどういう方がいらっしゃるんだろう。まあ中には本当こいつろくでもねえやつだなとかって思って見ている方もいらっしゃるのかもしれないですけどね。あ、そういえばゾヌさんが、ゾヌさんというのは同業者です。僕の道関係のほぼ同業者のゾヌさんがチャンネル登録2万人超えてましてね、おめでとうございますって感じなんですが、あの北の大地の映像っていうのはもうそれだけで魅力があるし、あと語りもうまいしね、一見なんか結構、行き当たりばったり作ってるんだけど、結構ちゃんとあれ考えて作ってるんだよな。僕もね、ゾヌさんとフェマールさんの、フェマールさんももうすぐ5万人だもんな。ゾヌさんとフェマールさんの真似をして、最近は冒頭にあのドライブシーンをなるべく入れるようにしてるんですけどね。でもなんかちょっと雰囲気違うのかな。いや、というかまあフェマールさんとゾヌさん雰囲気違うからね、2人の共通点はとりあえず最初にあの車載動画から始めるってところなんで、とりあえずだから僕も全然雰囲気違うんだけど、車載動画から始めるということをねやってます。どうなのかな、効果があるんだかないんだか、あるような気もするしないような気もするし、わからないんだけど、うん、でそしてね、僕の場合はどうしてもね、あの動画というか、あの担保するところの性質上ね、車載動画が入れられたいところが多いんですね。結構そういうところは自転車シーンとかね、まあない時もありますけどね、まあそういうふうにいろいろと僕なりに工夫はしてるんですけど、まあなかなか難しいもんだな。これで今日は何をと思ったんですが、まあそうですね、雑誌が来たんで紹介しようかなと思います。毎月買ってる雑誌なんですけどね、だから雑誌が届いたたんびにね結構喋ってるんですが、それ動画化したことがないな、今まで。もういつの間にかね、こう発行日から随分経っちゃってるんで、没にしてるっていうのもあるんですけどね、まあこれです、レコード芸術、あの CD の雑誌ですね。CD 芸術と本当は変えるべきなんだけど、創刊された時にあのアナログ版ね、レコードしかない頃だったんで、レコード芸術という名前でそのまま来てるんですね。今回の特集は2023年2月号なんですけど、クラシック CD 回顧祭2022。ああってことはこれあれか、去年発売された CD のもう一回見てみようっていう、そういう業者にこうなんか忖度したような特集じゃないですか。だからなんか
レコード芸術ね、最近なんか面白いのもあるんだけど、時々こうなんか妙にどうしようもなんかどうしようもなんて言っちゃうとあれなんだけど、まあ、うん、なんかなんだかなっていうような特集出してくる時もあるんだよな。とまあパッと見ネタに困ってんじゃねえかとかって思う時があるんですが、まあ、正直言ってだからこれはもう紹介しても、まあ、あとはそれからね、通常の記事は新譜の紹介ですね。それから来日アーティストのインタビューなんてあるんだけど、ダメだ。ちょっとこれ紹介して面白いような話はないです。これやっぱボツ。レコード芸術を読むという企画はボツです。まあ別にこれで終わりにしちゃったっていいんですけどね。おっさんが酒を飲むだけのいつもの動画ですからね。そうそう、そういえばこれね、別に知ってる人は常識だよとかって言われてしまうような話なんですが、ちょっとね、たまたま今日僕初めて知って、おお、なるほど、びっくりとかって思ったんでね、その方の話をしましょうか。ツイッターでよくお金配りますっていうことをやってる人いるじゃないですか。まあ有名なお金配りおじさんね、西千葉に住んでるさ、お金配りおじさんとか、それから脱税で捕まっちゃったほにゃらか王子さんとかね、ああいう人たちはまあもうやってるけど、まあ人たちはいいんじゃないですかって感じはするんですけどね。で確かに実際配ってるらしいしね。だけどね、まあお金欲しさでね、彼ら のツイートリツイートしたりしてるとね、こうタイムラインでね、知り合いにタイムライン見られちゃうわけじゃないですか。だからまるでね、僕はですとかってもう言ってるような感じでね、もうみっともなくてそんなことできないんですけどね。すいません、リツイートしてる人が いらっしゃったら申し訳ありません。だけど僕はもうそうとしか思えない、悪いけど。まあ青白王子の場合は知らないけど、前澤友作さんの場合確かね、ちょろって簡単にざっくり計算したら、彼のお金配り事業にね、せっせとリツイートしたとしてもね、1回あたり期待値が数十円ぐらいだったような気がしたんだよな、確か。でも、なんだろうね、なんで彼らそんなことやってんだろうな。もちろんね、所得の再分配っていうのは非常に重要なことなんだよ、出たとは思います。金持ちがね、他のお金がない人たちにお金を回すってことは重要なことなんだけど、無作為抽出でさ、ランダムでお金配っちゃってもね、なんていうのかな、社会貢献にならないと思うんですけどね。せめて少しさ、取捨選択しようよってさ、思うんですが。でもどうなんだろう、統計上、案外下手な取捨選択するよりもランダムの方が効果的とかってさ、そういう風な統計あったりするのかな。案外実はあったりするような気もしてきたけど、いやそんなことないよな。まあでもそれはいいんです。そういう有名なね、ある程度素性のはっきりしてる方々は別にいいんですよ。僕が言いたいのは、素性のよくわかんない人でそういうツイートしてる人たちいるんですよね。あれって夢だっけかな、たまたまねツイッターちょっと見てて目についたんですよね。末期の水族館でもうお金持っててもしょうがないから全財産配りますとかってね、そんなことを言ってる方がいらっしゃって、もうそんなのおかしいっていうのはもうもちろん言わなくても分かりますよね。これを説明したいと分かんないって人はやっぱり僕はおバカですとかって言ってるようなもんだなとかって、言いたいなわけなんですが、まあまあいいや、それなんでもない。だから何か絶対隠された意図があるはずなんですよ、狙いが。だからそれ何かなとかってふっと思いましてね。まあ大体まあいくつかパッと思い浮かぶのは、とりあえず個人情報を抜くってことですよね。ただ個人情報ってそんなにね価値があるのかっていうと、いやリスト化されると価値があるわけなんですよね。特定の何て言うのかな、特定の学校の出身者とか特定の年代の人たちとかね、というかある程度属性が分かってこう分類が可能になったこうリストだったら意味があるわけなんですよ。だけど名前と銀行口座、まあ銀行口座が分かれば大雑把な住所も分かるけど、それぐらいのリスト、お金振り込みますとかって言ってもそれぐらいしかなんか集めるデータの口実がないからね、それぐらいしか分からないようなリストっていうのはそんなにリストとして価値がないんじゃないかなとかって思うんですよね。
まあ、あえて言うんだったらお金配りますとかって言われて群がってしまう欲に目がくらんだちょっとお粒の弱い人リストって言いますかね、だからまあ詐欺に引っかかりやすい人リストになるのかなとかって、まあそうですね、だから原野商法やろうとかっていう人たちね、そういう人たちにとってはあのとてもこう役に立つリストかもしれないけど、まあせいぜいそれぐらいしか価値がないかなとかね思ったりとかするんで、個人情報を抜くっていうのはどうなのか、まあまあそれもあるかもしれないけど、まあ微妙かなとかっていうかとかってありましたし、まあ、あともう一つ考えられるのが M 資金詐欺ね、いわゆる、これ M 資金詐欺ってまあ結構有名だからやっぱり皆様ご存知の方も結構多いと思うんですけどね、一応簡単に説明しておきますと、あの M 資金の M っていうのは GHQ にもともといたと言われている、マーカットさんだっけかな、マーカット少佐とかってそんな人の名前がまあの、まあ、頭文字ね、それが語源じゃないかとかって言われてる説があるんですけど、まあ何でもいい、マッカーサー説もあるぐらいだし何でもいいんですけどね、ムタグチはないよな、あのまあいいや、とにかく正確な階級も覚えてないですけど、マーカット少佐ってとりあえずしときましょうか。マーカット少佐が、莫大なこう資金ね、日本軍から接収しただかなんだか、そんなまあとにかくなんだかそれらしい元々らしい理由があるんですけど、あの何兆円とかさ何十兆円とかってそういう単位の莫大な、ね、あの資金をあの密かに持っていて、その資金を安定的に運用したいと思っているというね、そういう触れ込み、そういう触れ込みでそのねちょっと小金持ちにこう声をかけて、極めて低金利で構わないから融資したいと、そういうふうな触れ込みで融資の申し込みを集めるわけなんですよ。でそれにホイホイ乗ってしまうとどうなるかと言いますと、あの融資に際しては保証金が必要だっていうわけね。だから融資金額の、まあ、何パーセントなりを先に振り込んでくれとかってね、そういうことを言われるわけなんですよ。だから融資額が1000万円で保証金が 10% だったら100万円とかね、もっと少ないかもしれないんですけどね、だから1億円で 2% とかさ、そんなぐらいの比率だったんだっけかな、まあいいや。で、それを信じてしまってね、保証金になるものを振り込むとそのままドローンですね、まあ、というのが典型的な M 資金詐欺なんですけど、ゼニックの元社長なんだっけ、若狭徳次さんだっけかな、一応確認しとこう、あ、失礼しました。間違えました。若狭徳次さんの前、若狭さんはあのロッキーズ事件の時の社長ですね。その前の大場哲夫さんという社長ですね。この人も全日空、あの全日空の社長だっていう要職についていたから、しかもキャリアどうなんだろうな。ちゃんとした人だと思うんですよ、もちろんね。あの、そうそう、逓信省の官僚だった人ですね、元。そんなね、すごい知性のある人なんですけど、だけど、騙された。で、なんだっけ、そう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 。まあ、だからそんなね、M 資金詐欺と似たようなものなのかなとかっていうふうに思ってたんですよ。だけどね、もう一つやばいスキームがあるってことをね、知ってしまったんです。で、ちょっとお酒ね、新しく今度は、焼酎を湯割りですけどね、2杯目はね。で、なんだっけ、あ、そうそう、あれですよ。だからね、この、ツイッターでお金配りをしてるという人のね、隠れた意図。それでね、だからまあこれまで一応、もう一回まとめますと、さっきも言った通りね、このまあどうせ実際にちゃんと普通にお金を、配ってあげようなんて、そんなね親切なこと考えてるわけがないんですよ。もう100万パーセントそんなことあるわけないんで、でだから何か狙い意図があるはずなんですが、僕ぐらいでもすぐにピンとくるのが、まあとりあえず個人情報を抜くっていうこと、それから M 資金詐欺まがいのさ、まあ保証金名目でお金をパクろうとかっていうね、そういうその2つぐらいかなとかって思ってたんですけどね、ちょこっと調べてみたらね、もっとやばいスキームがあるということを知ってしまいました。今までの分はね、ちょっとくらい面白いからね、首突っ込んでみるのも悪くないかなっていう気がするんですよ、現にね、僕の知人の某、まあ、中小企業のオーナー社長さんがね、やっぱりそういう話来たんですよ、 M 資金系の話が。で、いやいやもうこれ絶対詐欺だからとかって思ったんだけど、なんかねその人首突っ込んじゃってね、その融資に際して必要だからとかってさ、会社の登記簿等本とかね、せっせと取ってましたけどね、あ、もうやめればいいのにとかって思ったんですけど、そしたら本人ね、いやもうどうせ M 資金みたいなもんだって分かってるんだけどさ、まあ一応念のためにね、なんてさ、念のためにも何もなくて、もう 100% M 資金詐欺ですよとかって思ったんですけどね、あ、もちろんね、ちなみに最後にはね、撤退してましたけどね、僕が言うまでもなく。
その社長さんね、あの、なんていうのかな、危機管理能力が異常に高いんですよ。普通だったら絶対これ逃げられないとかっていう風なやばい事態にはまってもね、なんだか知らないけどね、脱出するんですよ。うまくね、被害を最小限というか、ほぼ無傷で抑えて脱出するということができるというね、もう異常能力って言っちゃってなんだけど、すごい能力持ってる人なんで、その能力を持ってるから、逆になんか、わざとおかしなところにね、首突っ込んじゃうところがあるのかなとかって思ったりもするんですけど、まあいいや、その話は全然関係ないんですけどね。だからね、個人情報を抜いたりとか M 資金よりもね、もっとやばいスキーム、それがどういうものかって言いますと、これはね、ぜひ知っといた方がいいです。あのね、だからね、あのわけのわかんないお金配り系の人に、例えばさ、あの リツイートでお金くださいとかってお願いするでしょ。そうするとね、実際にね、たまにお金本当にあの振り込んでくれる人いるらしいんですよ。それでよかったよかった万歳とかって喜んでると、ダメダメ、それで終わりにならないんですよ。それからしばらく経つと、今度はね、大金が振り込まれてくるの。数百万円単位とかね、あのね、なんだこりゃとかって思ってびっくりしていると、その九段のお金を振り込んでくれた、親切な方から連絡が来てね、とある事情により間違って振り込んでしまったから、返してちょうだいなって、まあでも申し訳ないんで1割はあげますよとかさ、そんな風なあの感じでこう来るわけなんですよ。まあそう言われるとね、普通世間の大多数の人はね、あの4630万円の人のようなね、ちょっと特殊な人を除いては、ああはいはい分かりました了解ですとかって喜んでって感じで、まあ返すわけですね。返すっていうのはこれ一応カッコつきなんですけど、結局それがどういうからくりかと言いますと、要はね、オレオレ詐欺のあれは 何になるんだ、受け子、出し子、受け子でいいのかな、に使われちゃってるってことなんですよ。ちゃんと説明しますとね、まあ最初のちょっとした振り込みは全然関係ないんですよ。ただ単にこの信用させるためだけの、まあとりあえず餌ですね。でその後振り込んでこられた数百万円のお金っていうのは、実はあのオレオレ詐欺で騙されてしまった人が振り込んだお金なんですよ。そのお金配りの人を信用してしまって、口座を教えてしまってさ、ちょこっと小銭をもらって喜んだ人にお金を振り込んでくる。でその人はあの真の犯人にあのお金を払ってしまうという、送ってしまうというね。だから間接的にね、振り込み詐欺の、あの片棒担いでしまうということなんですよね。まあもちろんね、あの明らかに騙されてるんで、それで逮捕されるってことは普通はないと思います。だけど、いや怪しいと思ったんですよね、なんてそんなこと言っちゃったりするとね、これ共犯の可能性あるかもとかって言って逮捕される可能性もあるかもしれないな、なんてことも思うし、そもそもね、あの警察に散々尋問されたりして大変なことになりますからね。少なくとも自分の銀行口座しばらく使えなくなっちゃうし、あとはまあ警察から散々絞られるはずですからね。だから職場にバレてしまったりとかね、もう大変なことになってね、社会生活で半分終わりますよ。まあ少なくともね、あいつは大バカだっていう社会的な評価がね、世間で確定して、まあ死ぬまでつきまとうでしょうね。ちょっとやらかしてしまったみたいなね、笑い話では済まないと思いますね。ということでね、素性の知れないお金配りおじさんに、あの、黙っ、うっかり乗ってしまうと大変なことになるかもしれないよっていう話でした。まあ最後のね、あの、スキームっていうのは、ググって知ったんですけどね。で、やっぱり、ググってみたらね、結構いっぱい乗ってるから、知ってる方は知ってるかなとかって思ったんですけど、あそこまではさすがに僕もうね、思いつかなかったんで、これは知らない人は知らないんじゃないかなとかって思ってね、一応お話ししておきましたっていう感じで。ということで、この話お役に立ったでしょうかね。まあいいや。ということで、今回の動画は以上にしたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。皆様におかれましては、良い飲みライフをお送りくださいませ。それでは、バイバイ。